どうも、こんちゃでございます。こんちゃでございますね。こんなの売ってましたね。はい。アラビアン焼きそばですね。アラビアン焼きそばでございますが、これが袋麺だったと思うんですけど、カップ麺になってるんで買ってきたっていう、そういう話でございますね。札幌一番、アラビアン焼きそば、札幌一番なんですね。はい。札幌一番なんで、これどこだっけ？札幌一番ってどこで作ってたっけ？忘れた。どっかに書いてあると思うんですが、まあ、札幌一番アラビアン焼きそばということで、あ、太平食品ですね。山陽食品。山陽食品のグループ会社の太平食品ってところで作ってるアラビアン焼きそばということで、これがですね、今年もカップ麺で新発売ということで、熱湯2分ということですね。それでまあ、夜も遅くなってきたんで、カップ麺でなんとお酒を飲む日課ウイスキーということですね。はい。ということでですね、アラビアン焼きそばを、日課ウイスキーで決めるというですね、こういうですね、動画になると思いますので、カエルちゃんとよろしくお願いします。それじゃあまずですね、これ熱湯2分ですぐできるってことなんで、ですね、さっさか作っていきたいと思います。アラビアン焼きそばね、これ袋麺で売ってるんだけど、俺袋麺のアラビアン焼きそばって最近手に入んないよね。あんま俺見かけないんだけどさ、まあ、どっかで売ってるはずなんで、見つけたら買ってこようとは思ってるんだけどね、先にカップ麺の方見つけちゃったみたいな感じですね。ちなみに、507キロカロリーもあるんで結構高カロリーでございますが高カロリーなんでお酒飲むみたいな感じでございますね。まあいいや。でこれをじゃあこれでまずお湯を入れるということでございまして、アラビアン焼きそばにお湯を入れてまいりましょうね。熱湯2分なんであっという間に終わります。で中に入ってるのがね、ソースと調味油ってことで入ってますので、まずお湯を入れてから、お湯を切るという話で、ちょっとお湯を入れてきますね。ちょっとお待ちください。お湯を入れますね。お湯を入れてきたんでございます。うるさい男だね、俺もね。はい。うん。でですね、できる時間がわずか2分ということでございますね。一瞬でできるのでございますね。もうこんな夜遅く何やってんだよって。ちょっといろいろ作業があって忙しかったのであります。はい。ちなみに目覚ましの設定が朝8時半ですが、もうちょっとね、明日寝ようかな。よし、明日は10時に起きることにしましょうね。のんきな仕事だね、本当に。一応ね、明日はね、何の予定もないんだけどね、いろいろ仕事は実際溜まってるので、あとこれ、わかめスープね、わかめスープ、一応飲むということで、この中の湯切りしたお湯をですね、わかめスープで飲むということでやっていくわけでございますね。よろしくお願いします。それでこれ入れると。入れる。で、これはゴミなんで、これは後で捨てるということでございます。これは後です。そろそろわかめスープまた買ってこないとダメだね。あと2つしか残ってねえや。これ買っとかなきゃダメな、わかめスープ。わかめは健康にいいわけです。よし。じゃあね、食おうかな。食おうって言ってまず湯切りをしなきゃいけないね。あ、もう大丈夫ですね。はい。で、これを、うん。あ、できてますね。大丈夫ですね。じゃあこれをまずですね、カップ焼きそばちょっと早めにね、湯切りすると美味しいですよ。中にあるね、水分がね、きれいに吸われてね、なかなかね、いい感じになるんで。で、これまずお湯を全部捨てます。お湯を全部捨てて、この捨てたお湯が全部わかめスープになる。で、必ずここを押さえて振らないと中身が飛び出す事故にはなりますから、十分注意してくださいね。で、これがわかめスープでございまして、まずわかめスープ一口飲んでみよう。うん、いいんじゃないですか？いいんじゃないですか？よろしいんじゃないですか？で、これ蓋開けます。これ蓋開けますね。でまあこんな感じで中身はアラビアン焼きそばということで、いただいていきたいと思いますね。こんな感じで。こんな感じ、札幌一番でございますが、麺がね、なかなか美味しい麺でございますね。なかなかいいやつで出してるな。アラビアン焼きそばの袋麺とでさ、見たことないんだよな。名前は知ってんだけどさ、どこで売ってるのあれ。見つかんないんだけど。なんや、見つかったのかってこよ。結局さ、俺さ、イトーヨーカドーとかイオン系のさ、スーパーばっか行ってっからさ、イオンで扱ってないと俺、基本的に手に入んないんで。本当にさ、もう、もう安売りでさ、安くていいものを買おう。特にね、安いものを買おうって言ってさ、固執すると結局さ、最終的にさ、生活はさ、イオンモール中心になるんだよね、今の日本ってさ。イオンモールって恐ろしいもんだよね。で、調味油みたいなの入ってる。調味油なんだろう。なんか普通のサラダ油みたいな、あんま、サラダ油ぶっかけてもいいんだよ。では、で、これで、こうやって混ぜるわけですね。で、アラビアン焼きそばでございます。中にはね、こう乾燥キャベツの、
やつとかね、それぐらいしか入ってないですね。あと何も入ってないですね。まあシンプルでございますが、これいくらで買ったってそんな高いもんじゃないですね。アラビアン焼きそばこれさ、うん、袋麺見つけたら買ってこよう。ドンキで売ってる？ドンキ？まあ俺ドンキもたまに行くんだけどさ、うん、ドンキホーテでも売ってねえよ。アラビアン焼きそばってどこで買うのこれ、うん、昔ね、結構食った記憶があるんだけどね、うん、まあいや、うん、いただきま、うん、うん、うん、そうだね、うん、王道のカップ麺の味でございますね。王道のカップ麺の味ですね。うん、うん、まあ、何やがいってカップ焼きそば食うよね、何やがいってね。うん、この生活になるから、うん、うん、もう、うん、建設現場長いからさ、うん、なんか、うん、あと工場勤務とかさ、うん、だからそういうさ、うん、な人間はやっぱりね、あのカップ麺が生活から離れないみたいなとこありますよね。弁当を食ってカップ麺だもんね、うん、基本、うん、でもね、うん、カップ焼きそばをおかずにしてね、一杯飲むっていうね、これがね、もうね、なんていうかな、もう行っちゃってる人間の食生活ですね。うん、普通ね、やらないんだよ。普通ね、カップ焼きそばをね、おつまみにお酒って飲まないんだけど、あー、うめ。日課ウイスキーね、日課ウイスキー、うん、ブラック日課ですね、うん、まあね、サントリーレッドよりは高級品でございますね。安いウイスキーでね、まあ究極の安いウイスキーってやっぱサントリーレッドなんですけど、うん、うん、でもサントリーレッドそんな美味しいよね、俺あんまり、うん、うん、なんか、うん、うん、あ、炭酸水ね、炭酸水、サントリーレッド美味しいよね、なんかさ、うん、なんか若い学生でさ、サントリーレッドなんか飲めねえとかさ、偉そうなこと言ってるやつやけどさ、とんでもねえ贅沢な野郎だよね。サントリーレッド美味しいよね。でもあんまサントリーレッドってそんなに売ってないよ。なんかさ、いろんな居酒屋なんかでさ、何の名目もなくさ、ただハイボールとか言ってるとさ、大抵のサントリーレッドであれ、うん、ほいでジンビームハイボールとかさ、ブラックニッカハイボールとか書いてあるのはこういうやつでさ、で何にも書いてないね、ウイスキーはね、サントリーレッド、一番安いサントリーレッドのハイボールか、ないしは、それですらない、名前も知れないウイスキーみたいな。うん。うん。結局、うん、うまい。究極のノンブラウンドウイスキーみたいなのも世の中あるからさ。うん。でもね、結局ね、サントリーレッドとかね、そういうの作ってるのとね、同じプラントで作ってるから大丈夫だから。うん。うん。よし、うん。うん、こうカップ焼きそばをおかずにハイボールを飲むというね、ああ、なんというやばい食生活みたいな感じですね、うん、いよいよ不健康な世界突入していくもんでございます、うん、まあ一応ただわかめスープでね、うん、バランスをとってるんですよ、必死で。うん、昔はね、ともかくね、カップ麺はね、な、袋麺もそうだけど、インスタント麺はね、1日1個にしろって言われたよね、よくね。うん。うん。昔はね、本当にね、この油の質が悪かった。うん。今はね、1日3個4個ね、カップ麺食っても平気だよ。今はね、結構油が良くなったからね。こんなね、カップ麺は油の質が悪かったからね、一日絶対一食って言われたな、うん、カップ麺ってさ、これ簡単じゃん、インスタントラーメンとか。だからなんか山登りしてる人とかさ、なんかカップ麺山のように持ってさ、もう毎日カップ麺だけ食ってさ生活してる、山登りしてる人とかいるよね、もう、うん、だからカップ麺って軽いじゃん、軽
軽いからさ、あとカップ焼きそばね、カップ麺でさ、まあお湯を飲むんだけど、そうじゃなくて、まあカップ焼きそばをさ朝昼晩と食いながら山登りしてる人とかいるよね、すごいね。まあカロリーが結構高いからね、だからまあそれで山登り向きらしいんだけどね俺は山登りもしないけどね、カロリーは高いけど、あとね、だからど工事現場とあと山登りだよね、これがカップ麺のね王道だよね。まあ俺は趣味が好きだけど、昼ごはんは大体みんなね、ゲレンデの食堂で食ってるね。ないしはコンビニご飯を買ってきて食ってる方が多いですね。私はですね、スキー場に行く途中のどっかで半額弁当仕入れて帰って食ってますけどね。あと半額のサンドイッチとかね、あと家でサンドイッチとかお弁当持っていくこともありますけどね、私スキー行くとき、自分でこさえてね。でもカップ麺もあんま食わねえな、スキー場で。まあお湯がね、レストランにあるようなお湯勝手に使っていいのかって話あるから、あの辺もあるからね。まああとスキー場の売店自体でカップ麺売ってて、でお湯貸してくれるんで、カップ麺だけ持ち込んでお湯だけ貸してくれっていうのが通用するかどうかだよね。スキー場で売ってるカップ麺がまた高いからね、あれはね、なんかね、やたらめったら、まあ、こういった麺があるわけでございますね。山小屋とかで売ってるもんもなんか高いらしいね。山登りしないからさ、まあ、ていうかできないからさ、俺山登りしないというからできないんで、まあ行かないんだけど、なんか高いよね、山小屋とかで売ってるし、まあしょうがないんだけど、ああいうとこまで人が担ぎ上げるからさ。でも意外と水とか高いらしいね、山とかで売るとね。なんか、缶ビールとかさなんか 350ml の缶ビールが1本600円とかするらしいけど、山越え。まあでも頑張ってあそこまでね、人が担ぎ上げるんだからね、高いのはしょうがないね、それね。下界で買うのとは違うからね。山ってね、なんかあらゆるものが高いらしいよね、山の中って。まあ俺はスキーが趣味だから、ゲレンデのさ、食い物って高いからどんどん持ち込むんだみたいな感じでさ、やってるけどさ、山小屋とかさ、もうその日、スキー場なんかの日じゃないって言ってた、ベロボーに高いんだって。でもさ、それはしょうがないんで、みんな担ぎ上げて上に上がるから、何しろヘリコプターで運ぶからさ、これ高いんでしょうがないと思うんだけどね。スキー場はさ、基本的に車で乗りつけてさ、で、リフトとかさ、スノーモービルで運搬するだけだから、なんでこんな高いんだみたいな感じで、結局みんな車でさ、俺なんかみんな持ち込んじゃうんだけど、基本的に。何しろ、あとよくあるのは、平日なんかでゲレンデ空いてるから、ゲレンデから一回お昼ご飯だけさ、車でさ、ちょっと、街中に飯食いに行ってまた戻る。だからゲレンデと街中が近いと、それをよくやりますね。意外とね、丸沼高原とかもね、ちょっとね、下ちょっとだけね、15分20分ぐらい下まで降りてくるとね、美味しい店があったりするんで、よく、食いましたね。あと、まあ追い神温泉まで降りてくればもうね、それこそ餃子の満州まであるからね、まあ結構食ったりするんだけど、あとはやっぱりね、そう、俺が言ってる奥利根スキー場とかね、ああいうところは本当、もう歩いても駅に行けるぐらいの距離だから、もう一回駅に戻って、そこでまあ飯食うとかさ、湯沢のスキー場なんかは国道17号沿いにさ、あれは近いところにみんなさ、新潟の越後湯沢なんかのスキー場はあるから、あれでなんか昼ご飯だけ
車で移動してガスト行って食ったりとかね、まあそんなことよくやって、ゲレンデには絶対金落とさないぞリフト券以外みたいなことやってたからだって高くてあんま美味しくないんだもんみたいな感じで、うん、まあそんな生活をしてたおかげで、まあそれで俺みたいな生活をするような人間が大勢いるおかげでね、うん、スキー場もね収益が上がらなくなって、結局リフト券が値上げになるというね、まあそうだよね、商売でやってんだからな、それはお金落としてあげないとね、これはダメなんでしょうけどさ、なんかやっぱ落としたくあって、なんか、うん、ゲレンデのね、だからまあ最近はほらポータブルバッテリーでいいのがね出て、俺も買ったんだけど一つ、ああいうのでさ、まあケトル持ち込んでゲレンデでお湯沸かしてそこでカップ麺食ってもいいみたいな感じになってきてね、ますますゲレ食のね、ニーズがなくなるみたいなね、そんなのもあったりしますけど、しょうがない話で、うん、というわけでね、アラビアン焼きそばをですね、日課ウイスキーハイボールで決めるということでですねなんか、うん、カップ焼きそばでお酒飲むってなかなかね不健康だけどなかなか楽しいということでね、お送りさせていただきましたね。以上になります。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。失礼いたします。